サウサンプトン大学、英語、ユニバーシティ・オブ・サウサンプトンは、イングランド南部の海沿いの町サウサンプトンに本部を置くイギリスの国立大学である。1862年に設立された、ハートリー学会がその前身であり、イギリスの大規模研究型大学グループ、ラッセルグループに所属。ワールド・ウナバーシティス・ネットワークの創設メンバーでもある。 1> 約16,150人の学部生と7,645人の大学院生を要するサウスイーストイングランドで最大の研究主導型大学。1862年に設立されたハートリー学会を前身とし、1902年からはハートリー大学、その後1952年4月29日に正式な国立大学としてユニバシティ・オブ・サウサンプトンと改名された。 サウサンプトン大学の生命科学館サウサンプトン大学のウィンチェスター資格芸術キャンパスサウサンプトン大学は英国の主要な研究主導型大学の一つであり国内外から常に高く評価されている設立以来サウサンプトン大学は教育と研究の両面で優れた評価を受けている特には医学社会科学電子工学コンピューターサイエンス電気工学 船舶科学、航空学などの工学系の分野で高い評価を得ている。英国大学の研究力を測る指標として、レフがある。レフは、イギリス政府が同国の研究機関に対して行う研究成果の公的な調査及び査定である。イギリスの研究機関で行われている研究を36の分野に分け、その分野の専門家がお互いの研究成果を査定し、イギリス政府は、 その結果に基づいて、国内の研究機関への資金配分を決める。レフは2008年まで、リサーチアセスメントエクササイズと呼ばれていたものを、質、規模の観点から再構築したものである。2014年12月18日発表のレフ2014年によると、サウサンプトン大学で行われている、研究の平均水準。サーティム・バーナーズリー。ありがとうございます。